そうですね。ですから、まあ、あの琉球の場合はナチュラル監督も言ってますけど、はい、やっぱりあのサッカーは、まあ、こういういろいろなプレーがあるわけですよね。だから結局そこのパケタオパケタオまあ、前半がスタートしました。瞳のパスは引っかかります。まだ粘る上原、瞳が行く、かわして柔らかいボール、まだあります、下げてシュート、ポストに当たる草野、もう一度左足、最後は山田が抑えました。そうですね、これうまくサイドから上がって、まあ、2回目これうまくパスつないでますよね、はい、で草野選手やっぱり一振りが早い。高木優也ちょっとサポートが少ないですが自分で行く、中につなぐ、川本の落としから鈴木のシュート、岩上拾った、サダムスレイ、瞳打ってきた、山田の正面でした。そのフリーマンをどう生かすかなんです、ね、はい、ニアに来た、ヘッド枠に当たる、いいボールがなかなか上がってきてないっていうのはあるかもしれないね、はい、先ほどのコーナーキックのシーンです。そうですね、これは本当にもう動かないでその前で後ろに進ませましたよね、ここに前に出てくるだけでしたよね、よく引っ張れながら後ろに進ませました。自分たちのチームは助からないですよね、まあ、本当に無駄になってしまうっていう感じになってしまいました。はい、エンドが変わって後半スタート、後半は左エンドがホームの群馬、右エンドがアウェーの琉球になります。マンツーマンの中で結構ずれるところが結構あるんですよね、はい、フリーになる選手がかなりいるんですよね。高いボールこぼれている、ボレーシュート、加藤純也押し込みましたが旗が上がりました。競り合ってこぼれたボール、足を高く上げすぎたっていうことですかね。そうですね、これでいくとそれ以外ちょっと、はい、あの相手っていう形に変えましたね。今度は高いボール、ゴールに向かってくる、枠に当たる、池田逆サイド、竹澤ちょっとクリアがうまくいかない、ケルビンこぼれる、大本が大きく蹴り出したところで長いホイッスル、0対0、結局最後までスコアは動きませんでした。